はい、どうも、ベイレスパー坂、やっていきたいと思います。はい、さ、第105回 SR チケットで戦力補充やっていこうかなと思っております。で、今回、無課金アカウントで SR チケットを引かせていただくんですけども、はい、今回出る限定キャラとしましては、白蘭の鳩ヶ谷、浴衣のナンバラ、応援ナチョ高見、で、ストリートカルロス、で、キャリー、マタドールアレグリア、アレンですね。で、サンタ星宮、トップスター月吉、神道、竹道。まあ、マイキードラケン、このキャラクターたちが13体出るようになっております。まあ狙うとすればもうね、通り部コラボのキャラクターたち引きたいです。まあ自分的にはね、サブアカはねちょっとディフェンスが弱いんでドラケンが欲しいかなと思うところもございます。でもどれでもいいから出ていただきたいです。では引いていきましょうか。はい。で、まあとりあえず RPR もね結構溜まっておりますので、こちら、全部パーしておきます。まあ、RPR もね、出ておいてほしい。出れば SR で解放ね、しっかりとできると思ってます。うん。このキャラクターたちね、強いからね、できるだけゲットしておきたいんですよ。できるだけ今後もある程度使われると思う。天の川高校であればマイキーも強いし、ね。なんだ、竹道の方も、普通にこれからもオフェンスメンタルの得意練習でございますので、使いやすくなってると思います。はい。できれば、来ていただきたいですね。微妙なところだ。はい。で、R、あと19枚でございます。まあ、R というよりかは PR だよね。R というよりかは PR。まあ、もう、明け崎か。明け崎も PR が欲しいんだよな。はい、残り R は9枚でございます。まあ、R はね、何かしら。はい、まあ、こんな感じですね。まあ、限定キャラがそこ、ちらほら出ている感じとなっておりますが、もっと出ていただきたいです。はい、では次、PR チケット行きましょう。10枚。さあ、どれか1枚当たってくれればね、ありがたい。で、ガチャの方はね、まだ悩んでます。無課金はできればガチャスルーできるときはスルーしたいところもあるので、できればこのね、チケットで当てさせていただくと嬉しいです。てか、アレンが結構出ます。アレンじゃない、カルロスが出ますね。はい、では、残り PR。10枚回していきます。まあ、今回はね、比較的 SR チケットも多くなっております。100% もね、10枚回せますんで、まあ、どこかしらで引っかかってくれると嬉しいなと思いますけどね。1枚ぐらい出てくれてもいいんじゃねえのという思いはございます。はい、星宮限定キャラは来てますね。はい、まあ、狙いは来てないけど。はい、では 10% チケットいきましょう。まあ、その前に 20% チケットいきましょうか。はい、1枚だけなんでいっときます。さあ、当たれ。SR 当たってくれ。虹玉。来ないか。さすがに SR20% では来ないかな。はい、来ないですね。はい。鳩ヶ谷。では次。SR チケット。10%。19枚いかせていただきます。19枚中2枚ぐらいね、SR 出てくれば嬉しいです。それだけで嬉しい。まあ、確率通り。確率以上か。はい。さあ、何枚いきますか。0やるで。ゼロですね。いや、ここで限定キャラが来ちゃうと悲しいけど、来なさそうですね。はい。古いキャラクターばっかです。はい、残り9枚でございます。残り9枚。9枚中2枚も SR 出ないだろうな。せめて1枚ぐらい。あ、来ました。OK。ワンチャン、ワンチャン。で、1枚、2枚、2枚ですね。ありがとうございます。10% チケット、一応勝ちました。で、6枚目、9枚目、こちらで通り部コラボの、違う、竹道今じゃないな。6枚目、9枚目、6枚目、9枚目で限定キャラが来て、おっと、残念。鳩ヶ谷もここで限定2枚も出たんですけどね、残念ながら外れましたと。ということで、次、30% チケット引いていきます。6枚。6枚なんで、まあ2枚ぐらい出てくれると嬉しいかな。2枚ぐらい。当たってくれると、まずは虹玉2枚ぐらい当たっていただきたいです。はい、1枚確定。さあ、どう出てきますかということで、 1,2,OK、いいね。で、1枚目3枚目、先ほど1枚目たった竹道が出ました。さあ来い。やべ、坂カット押し。違う、まあ桐生は結構嬉しいかもしれない。桐生は結構嬉しい。はい、では 50%4 枚、まあこちらは2枚で、通り目。自分もハマってるんで、ね、
この、ガチャハマってるんで、できれば。ガチャとかこの漫画がハマってるんで、できれば。もう終わっちゃったけど、ね。はい、2枚目。1枚しか出ませんでしたが、そこに当たってくれば勝ちです。カルロス。カルロス。確か50なった気がするんだけどな。はい、では、ラストに SR10 枚回させていただきます。ここで1枚でも安定していただきたいところでございますね。さあ、行きましょう。さあ、通り部。まあ、SR 安定すれば、ほぼほぼ通り部だと思うんだよね。さすがに、ほぼほぼ通り部だと思います。はい。では、10枚。やっていきます。さあ、来てください。安定安定あ、来た。うわ、来た。ありがとうございます。はい。竹道ゲットでございます。竹道ゲットしたってことは、天の川高校入学できますね。竹道を自前で持ち込んで、マイキーフレンドを借りれば、なると思ってるんで。ありがとうございます。これは本当に助かりますね。助かりました。で、竹町、しかも PR 当たってるんで、はい。解放の方させていただこうかなと考えております。で、PR、まあ、そうだね。2解放、やる気効果アップまでいてくれると嬉しいかな。では、残り5枚。残り5枚でワンチャン、ワンチャンドラケン、マイキー当たってくんねえかな。さあ、来い。残り3枚、2枚。いやー、残念でした。まあ、でも、このキャラの進藤くんのね解放できますね。ありがとうございます。はい、では解放の方を進めていきたいと思います。ということで、カルロスは50になってるもんね。で、星宮ワンチャン、星宮ワンチャンでございます。PR1 枚買わせていきます。多分星宮 SR プラ5なんて作れないと思うんで、はい、ワンチャン解放していただきたい。はい、残念。でもって、でもって、振動いきますか。振動いきましょう。振動くん。ね、しばらくずっと40で止まってます。振動くんがワンチャン解放してくれると嬉しいんですけどね。はい、では振動を行かせていただきます。さあ、解放。まあ、PR 混ぜちゃうか。はい、行きまーす。1解放してくださいな。いや、来ないか。残念です。でなんですけども、まあこれぐらいか。で、あと竹崎も解放したいけどもないとして、あ、桐生か。桐生はあるね。で、まあもうこれはね、使わせていただきます。 PR もちろん使ってくる。で、さっき桐生解放したいと思います。最後にあれは解放させていきます。で、気流なんですが、41になってます。なので、PR2 枚。あ、SR 当たってたんだ。はい、ではワンチャン45にさせてください。少なくとも43にしたいな。いやー、解放しないか。はい、では最後、竹道解放させていきましょう。ちょっとね、鍵かけておきます。はい、では竹道解放させてください。2解放だと嬉しいな。2回放だと嬉しいな。では、行きましょう。1、2、OK! ありがとうございます。竹道解放できました。ということで、まあ、今回はこれで終わらせていただきます。ご視聴ありがとうございました。こちらの動画が良かったなと思う方は、グッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。では、また次の動画でお会いいたしましょう。おつめたー。